こんにちは、ひなです。今回は千狩り農場が取り組んでいるトマトの仕立て方、日本仕立て片側 U ターン栽培を紹介します。ここ3年ほど実験しながら改良を重ねている方法で、条件次第ですがおすすめできるかもというレベルになってきました。トマトには様々な栽培の仕方があります。気候などによって最適な方法は異なりますが、共通しているのは手間をかけずにたくさん収穫したいという点です。メリットを説明するために、代表的な栽培方法のつるおろしや通常の U ターンと比較してみます。まずはつるおろし。面積効率はいいけれど手間がかかるのが欠点です。手間がかかるのは適用やおろす作業が大変なのと、おろした後も誘引が必要だから。面積効率がいいのは畝に沿って茎を揃えていけるので幅を取らないからです。続いて通常の U ターン。同じ本数を少ない手間で栽培できるけれど、面積効率に課題があります。手間が少ないのは U ターン後に誘引などをする必要がないから。面積効率が悪いのは U ターン後にせり出してくる枝に備えて通路を広く取る必要があるからです。今回紹介する日本仕立て片側 U ターンは、手間の少なさはそのままに面積効率を改善するいいとこ取りの仕立て方です。日本仕立ての片側を8段目の上で摘心、もう片側だけを U ターンします。通常の日本仕立て U ターンでは左右両方の種子と側子を出して合計20段ほどの収穫段数を確保することができます。側子自体はもっと生えてきますが、根が供給できる水分や養分には限りがあるため、これ以上は樹勢の維持や実の肥大が難しくなってきます。片側 U ターンでも種子と側子を伸ばすのは同じですが、生育が順調ならさらに側子を利用して合計16段ほどを無摘果で収穫できるようになります。8段目まで種子2本を支えてきた根の力を片側だけで使うことができるため、9段目以降の自由度がとても高くなるのがこの栽培方法の特徴です。これで U ターン前の8段分 ×2 と合わせて収穫段数は32段、両側 U ターンの36段に近い収穫量を少ない横幅で確保できることになります。通常の U ターンと比較すると必要な幅はおよそ4分の3、収穫可能な段数は9割ほど、面積あたりの収穫可能段数は約 1.2 倍となります。ただ実際の面積効率はハウスの形状によって異なります。極端な例ですが、通常 U ターン1セットがギリギリ可能な幅しかないハウスだと、片側 U ターンも1セットになるためメリットを生かすのは難しくなります。千狩り農場では間口 5.4 メートルのハウスで片側 U ターンを2セット、つるおろしを2列入れています。ただこの仕立て方は劣化を起こしやすいので注意が必要です。片側の摘心後は摘心側と U ターン側で水分の要求量に大きな差が生じます。実際にやってみたところでは、輪果だと摘心側の7、8段目が半分くらい割れてしまいました。この点はまだ研究が必要で、割れに強くない品種でも灌水を最適化すればいけるのかもしれません。劣化に強い品種の礼月では問題なく栽培することができました。まだまだ試すことは多いので、今シーズンもいろいろと実験してみます。研究が進んだらまた紹介したいと思います。